それではウェザーリポートをご紹介していきます。今日はこちらからのリポートですね。石川県野々市市ニュッチさんからのリポートです。おはようございます。今朝は青空スタートです。昨日は曇りがちの朝でしたが、今日は日差しは強いです。空気は冷たくて半袖だと冷え込みに強く感じますといただきました。お天気回復して、空も雲一つないいいお天気となっています。ですが朝のうち寒いというような体感報告いただいております。朝と昼間の体感差にはご注意ください。それではここからはお天気アイコンでも確認していきます。全国の天気をお伝えします。今日は那覇では曇りに小さな雨のアイコンついています。雲が多く雨が降ったりやんだりのお天気です。先島諸島ではざっと強まることもありそうですのでご注意ください。体感はムシムシとして汗拭きタオルと傘が活躍する一日となりそうです。そしてその他のエリア、九州から北海道まで晴れのアイコン多くなっていますけれども、今日は晴れて穏やかな初夏の陽気となるところが多くなっていきそうです。朝晩はひんやりとしているんですけども、昼間は日差しのパワーで気温が上がっていきます。体調管理にはご注意ください。そして紫外線も強くなりますので、紫外線対策忘れずに行いましょう。以上、全国の天気お伝えしました。